ワン、ツー、スリー、フォー。それさ、俺たちには難しすぎだろ。あ、例えばさ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッ、セ、セ、こっちの方が確実だろ。ゆるいよ、もっとインパクトないと。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッ、セ、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。いや、それ結構テクニックいると思うぜ。だからやるんだよ、コンテストだよ、勝ちに行こうよ。でもその技さ、1ヶ月半で間に合うか。朝練と放課後練、ちゃんとできればね。おい、練習しないなら帰るぞ。とにかくやってみようよ。ただでさえ練習時間ないんだからさ。時間時間って分かってんだから何回も言うな。いらっしゃいませ。ワイングラスで2つ。はい。父親と同じ大学に行かせたいので。まあ、ただこの大学ですと倍率も高くなっていますし、今の茨城くんの成績では難しいかなというところが。いや、二次募集なら3月の末に受験ですし、今からこう集中的に勉強すればどうにかなりますでしょう。挑戦してみるかい。うん。あと滑り止めのこことこの大学。あのさ、他にも受けたいならいくらでも受けていいのよ。いや、そのお母様、お母様、歯学部といいますのは数を受けるよりもその大学の傾向といった。そうだ、やっぱり来週のセンター試験までは家庭教師つけましょうね。あ、家庭教はダメ、俺塾の方が合ってるから。とにかく先生、はい、第一志望はここで、 あと最低でも4校は受けると思いますので。そうですか。やっぱり5校、6校ぐらい受けといた方がよろしいですかね。やっぱりこちらお返しいたします。そうですか。私はね、ここが受かると信じてるんです。もちろんそれは分かります、お母様。おい、ブサボりか、暇？じゃあ付き合えよ。受験するのはこの2校、両方とも奨学金狙いだね。はい、うん、まあ君の成績なら両方ともほぼ確実だろう。じゃああとは保護者の件なんだけど、お母さんから連絡があったって聞いたんだけど。半年前に施設の方に電話があったそうですけど、連絡先は分かりません。ただ生きてるらしいってだけで。そうか。書類上の保護者は養護施設の先生にお願いしますので大丈夫です。よし、あとは午後配達予定の荷物が5件来るから、ちょっと休憩しような。飯おごってやっから、行くぞ。半端ねえし。おい、半年前までさ他にも従業員いたんだけど給料払えなくなっちまって、で親父頑張りすぎっから今朝入院しちゃったんだよね。あいつ腰悪いのに無理すっからバカなんだよ。
あ、でも仕事休むわけにはいかないから俺がやってるわけで、お前が暇そうな顔してボーって来たからお前にも手伝わせたってわけ。学校行けなくなるかな、ダンスもできなくなるかも。あ、俺さ、踊ってる間は女に振られても平気っていうかさ。ダンスと私、どっちが大事なの？ダンスに決まってんだろ。まあ仕事とダンスどっちが大事って聞かれたら困っけど、まあ今は仕事しないとだしな。なんでお前もうできんだよなあ。なあ、おい、お前さ、これできる？やってみ。お前センスあるな。性格悪いけど。お前さ、客の前で踊ったことねえだろ。あるわけないだろ。すっげえ気持ちいいんだぞ、自分の踊りが。フロア中のお客さん全員を酔わしてるって感じ。なんていうのかな、全部だよ、俺ら以外の全部が俺らのリズムに乗ってるっていうか、一体感っていうのかな。あ、あれだよ、快感だよ。さっき教えた振り、今日のショーの振りだから。え、俺と一緒に出ね今夜。は？